忍者のさ、今日の俺の動画見た？忍者の勝ちの定義の話必要なかった？もうレーン勝てるチャンプ、レーンプッシュできるチャンプっていう考えでさ、いろいろ考えてたんだけど、チャンピオンごとに勝ちの定義があって、それをクリアしていければレート上がるって言ってたわ。不可と思った。ハッとした。レーン勝つなら何々やればじゃないんだよ。チャンピオンおのおのに、そのレーン勝ちっていう、そのラインがあって、それを自分で決めて、それを一個一個クリアしていこうと。で、俺アーリの、決めてることが、レベル9の時に公営ミニオンを絶対一撃でぶちのめすこと。そんで、ウェーブクリア早くなったら、アルティメットでロムすること。1回。1回は1試合で、1回はロムしたい。まあ、対面によって変わるっていうのは、まあ、そうだけど。大体の敵でそれは適用されると思う。ジリアンでもいいんだよ。ジリアンだったら、中盤以降の影響力がジリアンの方が高いだろうから、対面にロームされずに CS5 部だったら勝ち。それがクリアライン。忍者にね、勝ちの定義の話をしてもらって意識が変わったね。足りない手だね。若干 CC 足りん。ルル欲しいな、ルル。アリスターとか。ルルとか。やばいて。あ、えなしじゃなさそうだけど。あ、いいね。あー、素晴らしい。そこへルル出せるの好き。やっば最悪なんだけど、これはアブアカの中でも団地だからな。あ、 OPGG チェックだ。お、こっちの S がめっちゃうめえ。そうなんだ。いや、もはやここまでいくとさ、はっきり言って9の後チャーム上げでもいいかもわからん。怖い怖い、ついていけるかな。あ、CS1 だ。本当に本当それピーちゃん殴るよん。お、ピーちゃんやっちゃうぞ。これね、来てるな。危な、お前めっちゃ危ないやん。よせぴょん。やりづらい。いつもインスタ見てます。あります。やってません。あ、嘘だろ。倒しました。あ、なんかダリウス来てんな。バックだな、これ。バックしよう、バックしよう、バックしよう。全力バック。いやー、プラスだね。いや、これちょっと嬉しくなっちゃうぐらいプラスだな。うわー、これは嬉しい。ダリウス帰らせない俺。俺えあ、テレポートした。新沢の位置は完璧に見えてる。ああ、足んねえのか。うん。お前何持っとる？バカだれバカだれバカだれ。20秒。いらっしゃる。距離感うぜえ、うめえ。俺死ぬんだ。今のが甘えなのかどうかもわからんかった、はっきり言ってごめん。惜しい、惜しいな。ナイス。こういう時にミット押さない。微妙かな。いや微妙かな。うまーい。欲しい。ナイス。味方のタワーが破壊されました。ナイス、ナイスキル。やるね。1キルも持ってないのに、絵図に賞金が200円ついてるんだけど、あれ何？さあ、ドラゴンファイトだ。ずっと当たってきそうだな。クレーション使う。バレバレなのかな。バレバレな気がする。やばい、そのあーそれよくないな。あー合わしたけど、合わしたけどなんだよなこれ。だよな。オッケー。敵を倒しました。今の合わせられてよかった。よし。オーシャンでーオーシャン取ったら多分ヨリックが解けん。 147C ですか。えぐいな。これバロンいかん、これバロンいかん、これバロンいかん。スタミージャパンがピンを鳴らす。バロンだ。怖いくなってる。ナイス、素晴らしい。 GG。 いやールルちゃんピック最高だぜ。あ、よかった。今回途中ぐらい前マジで合格ラインすげえ近かったけど、あのソロキルで超ケチだな。かなりいいとこまで行ってた。よし、この試合勝ったのでかい。